決めたら時間無駄にしたくないんで、うち私立は無理なんで芸大一択だし。ちなみに東京芸大の絵画科は日本一受験倍率が高い学科なんです。現役の実質倍率は約200倍。はあ？現役生が受けるのは毎年だいたい5人ほど、三浪四浪は当たり前。さて来週から夏休みに入りますので、1、2年生用のスペシャルメニューをお伝えします。確実にスキルアップするメニューです。大した量じゃないでしょ。大した量じゃないんだ。大した量ですよ。矢口さん、持ってないと思うので道具をお貸ししますね。ありがとうございます。狙ってませんよ。芯の長さはあえてです。鉛筆は持ち方によっていろんな表情を見せてくれますよ。自分が描く前は絵を描くって選ばれた人間だけが使える魔法みたいなもんだと勝手に思ってた。でもそうでもないらしい。絵を描くようになって見えてたはずの景色が今までよりはっきり見えるようになった。知ってるはずなのに今まで何も知らなかったような気さえした。うわ、筆の使い方勉強したからかな。すっげー気持ちいい。頭がフル回転してる。手が勝手にいいとこを選んでくれる。森先輩のこともあるけど、最近デッサンに身が入らないんですよね。芸大受験に対して漠然としたイメージしか持てないからかもしれませんね。行ってみますか、予備校。漠然とデッサンするだけじゃ合格は難しいってことすか。もちろん基本はデッサンけれど、関東の美大生のほとんどは予備校出身者です。行ってみて損はないと思いますよ。先生。はい。俺も油画家に進みたいです。芸術は自分がどう感じたかのが大事やろ。なるほど。あ、買い付けごっこはどうや。買うつもりで絵を見るってこと。うん、作品をもっと身近に感じれるかもしれんで。ああ、この絵うちの階段の途中に飾ったら雰囲気明るくなりそう。肖像画ってピンときにくいな。こんなに気軽でいいのかな。でも美術は高尚で敷居の高い場所じゃなくてもいいのかも。自分の好きでいいのかも。よくわからないで止まってた思考がちょっと動き出した。切り取り方は面白いんだけどね。でもやっぱ対応力かな。もっと課題文とかモチーフに対して反応してほしいんだよね。いい絵は作者の考えが明快に出てるもんね。矢口にとって円は糸の形をしてた？はい。本当にしてたならそれでいい。多分。ならいいわ。はい、次の課題。またイメージ課題。対応力と課題への反応。まずタイトル決めて、それから発展させて。俺の頭の中にある俺の絵は最高にかっこいい。明日から冬休みに入ります。冬休み課題多くない？先生、冬休みの課題あと10個出してもらっていいですか？もちろん。矢口用のは面接の時までに用意しておくね。はい。ようやるわ。そう。はい、冬休みの追加課題。ありがとうござい。あれ、5つしか追加されてないっすけど。画材の発明のためには実験が必要よ。
枚数をこなすのも大事だけど、冬休みは実験と挑戦に注力して。あとね、正月くらいちゃんと休みな。じゃ、良いお年を。色ってほんと奥深い世界だからね。関係性、配分量、形、構図、素材、光、絵肌、その他もろもろで無限に変化する。ただ前にも言ったけど、武器をいろいろ使いすぎると上手くても曖昧な絵になる。色はやめた方がいいって言ったのはそういう理由よ。矢口、これは何色？赤。じゃあこれ。ちょっと黄色い赤。こんな綺麗な色をそんなざっくりにしか見てないなんて信じられないわ。色がいい人とそうじゃない人の違いは、色に対して神経を研ぎ澄ましているかどうか。色はとにかく乗せればいいわけじゃない。自分にとって最高の色は自分にしかわからないでしょ。あれが試験官、芸大の学生かな。見るもの全部強烈な輪郭を持って焼き付けられる。では課題文配ります。死後は厳禁。またコラージュ、水、粉末画材の使用を禁止します。意外とシンプルなの来たな。受かっても落ちてもどうせチャンスは一回きり。この課題は俺のものだ。楽しんで楽しんで楽しもう。